どうも、ボビーアートレザーのボビーです。今日はですね、今ですね、アトリエでですね、キャスケットを作ってるんですけどもね、それを今、全部こう、革紐縫い合わせて、手縫いの糸でですね、周囲を編んでます。まあ、穴を開けるときは、ね、こういう道具でですね、こう、当てて、小づちで一発ずつ打って、でなんていうんですか、こういうふうに一個ずつ穴を開けてですね、でですね、こういう糸ですね、これはまあちょっと黒の太い糸ですけども、まあ、このオイルを塗った糸にですね、染み込んだ糸でですね、切ってですね、それを、針をですね、この2本ね、これ2本両サイドに、こういうふうに止めてですね、それを、一針一針こんなふうにちょっと実際にしますね、ここにこう差し止めて、でまあ、見えるかな、こう止めてですね、でもう一つのところに、のところをこうで一発ずつギュッとちゃんと止めていきます。それをずっと残りあとまだまだあるんですけども、仕上げていきます。こんな風に、一つずつ、完成していきますんでね、お届けするまでに、楽しみに待っててくださいね。それではまた会いましょう。バイバイ。